投票の様子2012年ロシア大統領選挙は2012年3月4日に行われたロシア連邦の大統領選挙であるドミートリー・メドベージェフ大統領の一期4年の任期満了に伴い実施された選挙の結果前大統領のウラジーミル・プーチン首相が6割を超す得票率で当選を決めたがプーチンの対立候補 反対勢力からは選挙が公正に行われなかったとして抗議の声が上がったほか選挙監視を行った欧州安全保障協力機構からは不公平な選挙であったと評された。もっとも野党側が有力な統一候補を出せなかった影響などもあり、プーチンの勝利に対する前年会戦時に発生したような大規模な抗議行動は起こらなかった。 2008年年末の憲法改正により、ロシアの大統領の任期は4年から6年に延長され、本選挙の当選者より適用されることとなる。前年12月に行われた下院選挙では、政権側による不正があったことが指摘され、このため大規模な反政府運動が起こるに至った。このため批判の対象となっていた、プーチン首相は、デモ発生後、すべての投票所に監視カメラを、 合計9万台以上設置する考えを明らかにするなど、公正さ確保のアピールに追われた。また大統領選挙1週間前の2012年2月26日には、公平な大統領選挙の要求を目的としたデモが発生。モスクワで人間の鎖によってクレムリンを取り囲み、数万人が参加した。 選挙直前の2月27日には、プーチン殺害を目論んだとして、容疑者が逮捕されたとも報じられた。選挙戦そのものは、事前の世論調査の結果から、プーチンの圧勝が確実視されていたため、むしろ1回目の投票で、プーチンが過半数の得票を確保できるか、また、投票率がどこまで伸びるかが焦点となった。 実際にはプーチンが1回目の投票で63.60%を獲得し当選を決めた。なお投票の様子はウェブカメラを用いてインターネットで中継された。このため総額1億3700万ドルをかけてロシア全土に10万台以上のカメラ付きパソコンが導入され、このうち富士通が2万5000台を納入している。 プロホロフ以外はすべて以前の大統領選挙への出馬経験を持つなどメディアを再生する投票を行うウラジーミル・プーチンとリュドミラ夫人国際監視団を派遣した欧州安全保障協力機構は3月5日の選挙報告で選挙は現首相であるプーチンに有利な条件で行われ不公平な選挙であったと結論付けたまた 米国務省のビクトリア・ヌーランド報道官は国際監視団の報告を指示し、ロシア政府に不正を調査するよう呼びかけた。一方、当選したプーチン首相は選挙戦への批判に対して不正はあったとし、有権者全員が理解できるよう解明する必要があると述べながらも再選挙には応じない姿勢を示した。ありがとうございます。